バディ、それは固い絆で結ばれた二人。バディ、それは最も信頼し合う二人。これは音楽に情熱をかける学生たちの青春の物語。僕たちは次にどんな色を描くのか。未来は誰にもわからない。はい、全員揃ってるね。それじゃあミーティング始めるよ。田所さん、お願いします。グローイングフェスが終了し、2週間半が経過した。各自地元へ帰省し、久々の休暇を過ごしたと思う。ただ今この瞬間から休んでる暇はねえ。この意味わかるな？今日お前らを集めたのは次の東京カラーソニックに向けての話をするためだ。ここに10人揃ってるってことは、つまり全員が出られるってことでいいんだよね？うん、グローイングフェスの実績が評価されて、一人も欠けることなくカラーソニックの選抜メンバーに選ばれた。みんなよく頑張ったね。出場おめでとう。よっしゃマジで嬉しい。最高の気分だ。うるさ。ちょっとこのくらいで騒がないでくれる？なんでだよ。嬉しくねえのか宮園は。選ばれて当然。そのくらい本気でやったし。ま、当然の結果じゃねえの？ふん、同感だ。無事に決まってよかった。グローイングフェスもみんな最高だったし。本当にいい時間だったよね。俺らマジで頑張ったもんな。よっしゃ、今年のカラーソニックも本気出していくぞ。うん、頑張ろう。今年も出れる。ああ、よかった。お前ビビってたわけ？そりゃそうですよ。選抜入りするように毎日ベートーベン様にお祈りしてましたもん。相変わらずだな。嵐くんは平気だったんですか？まあな、絶対に入るって信じてたし。すごい余裕。ちげえよ、そんくらいの覚悟がねえと生き残れねえって話。それはそうですけど。そこくっちゃべってんじゃねえ、話の途中だ。あ、すみません。今年のカラーソニックだが、ルールが一新した。一新って？あ、まさかバディ制度なくなるとか？ううん、バディ制度はそのままだよ。変わるのはその決め方。決め方？去年は主催側が決定したペアで楽曲制作をしてもらったよね。でも今年は生徒の自由性をより尊重しようってことで、そのルールはなくなりました。え、それじゃつまり今年の東京カラーソニックはお前ら自身で相手を選んでもらう。己の実力と相手の実力、自ら選択し頂点を目指せ。選んだ結果がどうなろうと全部自分の責任になる。何一つ文句は言えねえ。それが今回のルールだ。想像通りの表情だな。考える時間を1週間与えます。来週の全体ミーティングまでに相手を決めて報告してね。ちょっと質問。どうしたの宮園くん？そのルール被りが出てくる可能性ない？同じ作曲家を2人のボーカルが取り合ったらどうすんの？その作曲家に選ぶ権利があるだろうな。どちらか1人を選ぶか、はたまた全く別のボーカルを選ぶということもあるだろう。なるほどね。まあそうだよね。そういうことも当然あるか。一つ言っておくが、情に流されんのは許さねえぞ。自分の音楽に向き合った上で相手を選べよ。今年は4年のメンバーが3人いる。そういう意味でもな。梶君、倉橋君、高月君、君たちにとっては泣いても笑ってもこれが最後のカラーソニックです。後悔しない道を選んでね。わかってるっつーの。有終の美を飾るため
慎重に検討する。他の奴らもいいな。真剣に考えろよ。これはお前らの人生がかかった選択だ。びっくりした。ハロー。あのさ、突然出てこないでっていつも言ってるよね。だってすっげえブスな顔して立ってんだもん。どうした、うんこでも踏んだか。違うから、ちょっとほっといて。俺今すごく悩んでるの。おにゃー、何に悩んでんだ。いろいろ。君みたいに脳天気じゃないんだよ。いいからほっといて。ありゃまあ、プリプリだな。別にそんなんじゃ。ああ、分かっちった。カラーソニックのペア、イオリンと組みてえのに言い出せねえとか、そんなとこだろ。あのね、君本当にやめな。そういうデリカシーのない発言はいつか身を滅ぼすよ。図星じゃねえか。イエーイ、育児なし。カジピはビビリの昇進もな。うるさいな。俺にもいろいろ考えがあんの。ああ、考え、なんすかそれ。グローウィングフェスでイオリたちはすごく絆を深めてた。高月くんの話もよくするし、彼と組みたいのかもって。あいつがそう言ったのか。違うけど、でもなんとなくそんな気がしてる。それにあいつは優しいから、俺が組みたいって言ったら断れないかもしれない。そんなの良くないなって。だとしたら言い出さない方がって。俺は、あのさあ、カジピ。何？お前マジでキモいな。はあ？ほっとキモい。カエリ君、もうちょっとでジンマシン出ちまう。あ、出た。なんで。俺はイオリのことを思って。だからそれだっつの。相手の気持ち聞いてもねえのに、あれこれ想像して勝手に落ち込んでさ、バッカじゃねえの。キモすぎだろマジで。自分がどうしたいのか伝えりゃいいじゃん。で、無理だったらそん時考えりゃいいじゃん。まあそれは正論だけど。へえ、怪力君が千葉までついて行ってやったのに、てめえは何も成長しなかったのか。違うだろ。ようやく自分も相手も認められるようになったんじゃねえのか。ならそのキモメンタル捨てろってな。カジピなら大丈夫だって。ありがとう。ごめん、なんか励ましてもらって。気にすんな気にすんな。お前の良さは他人のことなんて1ミリも気にしねえサイコパス野郎ってとこだ。ねえ、君ってどうして最後の最後で全部ダメにするの。落ち込んだ落ち込んだ。今年一番イラッとしたよ。今すぐぶっ飛ばしてやりたい。イエーイ、元気になったな。それでこそカジピだ。本意ではないけど、まあ背中を押してもらったよ。ありがとう。じゃあラーメン怒って。またそれ。いいじゃねえかよ。ほら行こうぜ。いや、ちょっと引っ張んないで。いいけど、何十杯もとか勘弁してよ。え、ダメなん。当たり前でしょ。んだよ、いっぱい食わせてもらおうと思ったのに。ぎっ、お、どうしたの急に止まって。いや、なんでもねえ。あ、カジピ、蜂のラーメン屋行かねな。え、何よ、気になるじゃん。そっちになんかあるわけ。うっ、バカ、みんな、なんもねえよ。なんもないなら、見てもいいよね。あ、イオリと高月くん、二人とも真剣な顔してる。だ、カジピ、大丈夫か。カジピ、ごめん倉橋君、俺戻るわ。ほやー、ちょ待てよカジピー。ごめんな高月、急に呼び出して。話というのは何だ。ああ、うん、ちょっと
相談したいことがあって。内容は？あのさ、高月はもうペアって決めた？いや、ちょうど悩んでいるところだ。そっか。それがどうした？ああ、いや、なんかいろいろ考えちゃって。そのようだな。表情が明るくない。俺は他人の人生を背負っていいのかなって。うん、田所先生言ってたじゃん、これは人生がかかった選択だって。それって自分の人生はもちろん相手の人生も背負うことになるよなって。うん、それはそうだな。俺にはあと1年ある。でも高月たち4年生はこれが最後だから。だからお前らしくないな。あそこまで啖呵を切った人間とは思えないぞ。宝田はもっと度胸のある男のはずだが。そうだよな、俺も俺らしくないって思うよ。そのくらい真剣なんだろう。だから悩んでしまう。うん、いいんじゃないのか。思うがままに行動をすれば、先のことなんて誰にもわからないものだ。高月、一つ言えるとすれば、失敗を恐れて挑戦しないのはもったいないということだ。時間は有限だからな。未来がわからないのなら、この瞬間のベストを尽くすしかないんじゃないのか。そうだよな。それに俺はこう思う。お前がここまで真剣に考えている時点で、すでに相手の人生を背負う覚悟はできていると。お前はそれをやり通せるはずだ。過去とは決別したんだろう。うん、わかったよ高月。それじゃ伝えてみる。俺さ、よし、昼前に帰ってこれたな。財前先輩。おお、トモエ。どうも。車なんてどっか行ってたんですか？まあな、ちょっと実家に顔見せに。その後大丈夫ですか、ご実家は？まあそれなりにな。今んとこ兄貴がいりゃ大丈夫そうだ。トモエはどっか行くのか？ええ、ちょっと拾い物をしに。あ、なんだそりゃ。こっちの話です。お、なんかお前雰囲気変わった。そうですか？はあ、顔が優しくなった。俺が変わったんだとしたら、それは紛れもなく先輩あなたのおかげです。え、俺？はい、俺はたくさんもらいましたよ。これでもってくらいの思いをね。それがお前に届いてるならよかったよ。届いてますよ、十分なくらい。なので俺はもう大丈夫です。は？いろいろとお騒がせしましたけど、この通りピンピンしてるんで次に向かいます。だから先輩も人の世話ばっかしてないで、目いっぱい自分の思うように行動してください。あんたには待ってくれてる人がいるでしょ。どうも。え、じゃ俺これから大事な用があるんで、また。あのさ。はい。俺にとってお前はずっと可愛い後輩なんだからな、なんかあったらいつだって頼ってこい。いいな。だからそういうところだって。俺はもう大丈夫です。まあなんかあったら言いますけど、今度は俺にも助けさせてくださいよ。じゃあね先輩。ありがとな。よっしゃ行くか。
いいっす、小宮山。よう。どうした？さっき小宮山が屋上登ってくとこ見えたからさ、追ってきた。そうか。俺もちょうどお前のこと考えてたわ。え、なんで？なんとなくお前が来る気がしたんだ。バレちまってたか。まあな。あのさ、俺小宮山に言いたいことがあって。俺が音楽を始めたのはあんたの歌を聴いたのがきっかけだ。熊本では求められることをこなすだけだった。みんなが笑ってくれればそれでいいって。でも初めてこう思えた。自分の手で夢をつかみたい。それは全部小宮山のおかげだ。そうかよ。グロービングフェスはあんたの隣で曲が作れて本当に本当に嬉しかった。最高の時間だった。俺に夢を見せてくれるのはいつも小宮山なんだ。俺にとってあんたは特別な人間だ。この先も一生だからさ、小宮山、俺のことを。ごめん。え？俺はお前の誘いを受けることはできない。その気持ちはすげえ嬉しい。ただ今年のカラーソニックは一緒に出場することはできねえ。たった一人心に決めた奴がいるんだ。俺はそいつと出たい。小宮山。だから大城、お前には悪いけど。あのさ、お前さっきから何の話してるんだ。え？え？は？え？いや、だからあれだろ、カラーソニックのペア一緒に組もうって誘いに来たんだろ。いや全然違うぞ。ちげえのかよ。はあ、お前のことだからてっきりそうだと。うーわ、はずんだよ。カッコつけてバカみてえじゃん。ああ、急に自分に酔い始めたから、こいつどうしたって思ったぞ。なっ、穴があったら入りてえ。あー、くそお前、割と抜けてるとこあるよな。笑ってんじゃねえよ。こっちは真剣に悩んでたっつーの。ん？悩んでたって？お前が俺を誘いに来たらどう返そうかって。変に傷つけたくねえし、俺なりに考えてたんだよ。バカだな。傷つくわけないだろ。さっきお前にこう伝えたかったんだ。あ？俺のこと待っててくれ。待ってる？ああ、今の俺はやっぱり小宮山に似合わない。もっともっと成長しないとダメだ。実力的にも精神的にも。大城。だから待っててくれ。いつかまた小宮山に歌ってもらう日まで頑張るから。俺もお前に負けねえように頑張るよ。ああ、だから小宮山は自分の音楽を作ってくれ。心に決めた人間と最高の曲を。お、ありがとな。桐島さんのとこ行ったらどうだ。え？心に決めた相手ってあの人だろ。なら行ってこいよ。んだよ、分かってたのか。あんたたちの絆は深いからな。カラーソニックどんな曲ができるか楽しみにしてる。大城、お前と過ごした時間がなかったらこんな胸を張ってあいつの元へ向かえない。お前のおかげだよ。ありがとな。俺は何も。小宮山が自分の足で立ったんだからさ。つうかほら、さっさと行けって。わかったよ。じゃあ行ってくる。お、またな。本当はあんたと組
みたかった。でも今の俺じゃダメだ、まだダメなんだ。何ピーピー泣いてんだよ、うざいな。山猿ってほんとバカだよね。宮園、お前どうしてここに。ちょっとお前に用があってさ、屋上行くの見かけたから追ってきた。突然暑苦しい青春劇が始まったから何かと思ったわ。見てたのか。最初から最後まで全部ね。なんだ、そっか、恥ずかしいとこ見せちまったな、悪い。ほんとだよ、カッコつけちゃってバカじゃないの。本心隠して見送ってさ、お前いい人で終わる典型的なタイプだよね。いいんだよこれで、小宮山に行ったことは嘘じゃない。今の俺はまだダメなんだ。ダメだから頑張らねえと。うっざ、ダメダメ言うな、こっちまで気分悪くなる。悪い。あのな、陰で隠れて泣いてたって誰にも気づいてもらえないんだよ。世の中そんなに優しくないよ。そんなんだから小宮山先輩も気づかずにお前のこと捨ててったんじゃん。おい、その言い方は違うだろ。別に俺は捨てられたなんて。ま、俺としてはラッキーだったけどね。山猿は俺が拾う予定だったし。え？あそこでお前らが組んでたら予定が台無しだよ。どういうことだ。ちょっと前から決めてたんだよね。うん、今日はちょうどいいスタートダッシュが切れそう。待て、話が読めねえぞ。榊大城、次のカラーソニック俺とバディを組め。なんでお前が俺を。うるさい、いちいち騒ぐな。だって宮園からなんて。そんな、俺の歌にはお前の曲が必要なの。グロービングフェス驚いた。山猿のくせにあんなすごいの書けるなんて。そんな風に思ってくれてたのか。まあね、実力は正直認めてる。宮園、俺さ、お前の気持ちちょっとわかるんだよね。実力ある先輩と組んで最高のステージを経験して、終わった後もそこにすがりついて求めたくなる。そういうの俺の中にないわけじゃないから。だからお前が泣いてる理由も理解はできる。でも俺はそれじゃつまんないって思う。いつまでも同じ場所にいたくない。もっと上に行きたい。上に？どうせなら一年として下克上魂見せてやりたい。トップ目指すならそのくらいの覚悟がないと。だから俺にはお前の力が必要。一年の俺らがすっごい曲生み出して教師や先輩どもを驚かせたいってわけ。一年が優勝なんて今まで一度もないし、ある種の賭けみたいなもんだけど、正直俺もお前も実力だったらあの人たちに引けを取らないレベルだと思ってる。だから山猿とならできるんじゃないかなって。カラーソニックで優勝して俺はボーカリストのトップに行く、お前は作曲家のトップに行く。そのためには俺らが手を組むべき。どう？やってみる気ない？ちょ、なんで泣く？うざせ、俺嬉しくてこんな俺とペア組みたいで。いや、泣き方キモすぎなんだけど。怖、何お前。だって俺宮園に嫌われてると思ってたから。別に嫌ってねえよ。
どうでもいいとは思ってた。そっちの方が嫌だ。わかった、もう思ってないから。つうかどうすんの、やるのやらないの。こんな俺でよければお願いします。やぞら頑張ろうな。泣く時までうるさいのかよこいつ。思ってたのとリアクション違うけど、まあこれはこれでいっか。なんか言ったか。なんでもない。ほらさっさと泣きやめ、先生たちに報告行くよ。はい、よろしくな相棒。これが俺の気持ちです。あ、トワさん、そこも漢字の方がいいと思いますよ。あ、そっか。気持ちってどう書くんだっけ。気持ちはこう書いてこうです。ありがとう。気持ちです。できた。お手紙喜んでくれるといいですね、未来さん。うんうん、漢字もいっぱい使ったし、ちゃんとしたお手紙になった気がする。ありがとう霧島くん。いえいえ。それにしてもトワさんが手紙で思いを伝えたいなんて珍しいですね。俺会話するの苦手だし、話をまとめられる自信ないから、書いた方が伝わるかなって。きっとその気持ち受け取ってくれると思いますよ。ありがとう。でもちょっとだけ緊張する。どうして。ちゃんと未来君に選んでもらえるかなって。自分なりに成長したつもりだけど。僕はトワさんがいなかったらこの2ヶ月あんな風に過ごせなかった。霧島くん、トワさんは十分誰かを支えられる、幸せにできる立派な人です。だからもっと自信を持ってください。僕はトワさんのこと大好きですよ。ありがとう。だから大丈夫、トワさんの気持ち絶対未来さんに届きます。霧島くん、そうだよね、未来くんだもんね。俺がなんだって。うわあ、ビビった。あんなでけえ声出すなよ。未来くん、なんで。なんでって、ここに呼んだのセブミだろ。そうだけど約束の時間もっと先。ああ、道が空いてて早く着いたんだよ。そうだったんだ。お前らは何してたんだ。ああ、ダメダメ、見ないで。ねえ、だよ、気になるな。トワさん、あとは頑張って。はい。それじゃあ、僕はお邪魔なんでこの辺りで失礼します。トワさん、ファイト。未来さん、また。あ、またな。ほんで、呼び出した理由は？とりあえずここ座って。おう。あのね、今日未来くんを呼び出したのは伝えたいことがあって。そっか、なんだ。あのね、手紙を書いたからとりあえず聞いてほしい。わかった。未来くんへ、いつも美味しい食べ物をいっぱいくれてありがとう。俺に優しくしてくれてありがとう。そんな未来くんにお願いがあって手紙を書きました。次のカラーソニック、俺と
もう一度バディになってほしいです。未来君の時間を絶対に無駄にさせません。もう弱虫の俺じゃないよ。今度は俺が未来君を上へ連れて行きます。だから信じてもらえませんか。俺は未来君とカラーソニックに出たい。去年の約束を叶える時が来たと思います。これが俺の気持ちです。どうかな。そっか、セブミは俺にそれを伝えたかったんだな。うん、気持ち伝わったかな。ああ、バッチリ伝わった。よかった。あの、未来君の返事聞いてもいい？ああ、でも待って、やっぱり今すぐにじゃなくてもいいです。そのよく考えてもらって、あの、それで。セブミ。はい。誰のために名古屋から車すっ飛ばしてきたと思う？俺のため？そうだよ、俺もお前に伝えたいことがあった。あの、それってセブミ、俺はお前とバディになりたい。二人でもう一度音楽作ろう。今度こそ俺らが優勝だ。いいな。うん、二人で優勝目指そう。よっしゃ、来いセブミワン。よしよしよし。未来くん、ただいま。おかえり、セブミ。倉橋。お、イオリン、やっと来た。春日は中にいる。いや、一心不乱にピアノ弾いてて怖えのなんの。話しかけてもシカトされるし。なんであんな風に？さっきイオリンとクソ妻がカフェにいるの見ちまってさ。ん？それがどうしたんだ？勘違いしてんじゃねえ、お前らがペア組むって。どういうこと？あいつ困ったじゃんだからな。イオリンが取られると思って勝手にへこんでんだろ。まったくあいつは。ま、カエリキンはもう行くわ。ありがとう倉橋、連絡くれて助かった。別にいいけどよ。イオリンも大変だな、あんなのに好かれて。うん、すっごい大変だよにゃ。でも大変なのが春日だから。そうかよ。じゃあイオリン、手貸して。ん？バトンタッチ、カジピ返すわ。お、返された。頑張れよ。じゃあ俺行くにゃ。お、また。ある日。イオリ、ピアノ弾いてるなんて珍しいじゃん。ちょっとね。イオリこそどうしたの？俺はちょっとお前に話があって。大体想像つくよ。でも今あんまりその話聞きたくないな。なんで？楽しい気分じゃないから。ごめんね、祝ってあげられなくて。おい春日、待てよ。本当ごめん。お前ってさ、実は俺の話全然聞いてないよな。は？何急に。春日っていっつもそうだよ、伝えたい時に限って逃げる。
そんなことない。イオリの言葉は誰よりも大事にしてる。なら聞けよ。話があるって言ってるんだから。俺さ、悩んでたんだ。今回のカラーソニックは4年生にとって最後になるから、一番特別だろうって。そうだね。そんな大事な時間を俺に託してもらうことになっていいのかって。でも高槻と話してようやく決意したんだ。そっか。うん、俺は相手の人生を背負う覚悟で挑むよ。ある日俺と一緒にカラーソニックに出てほしい。え？俺のために曲を書いてくれないか。嘘、なんで？イオリは高槻くんと組むんでしょ？違うよ。俺は最初から春日と組みたいって思ってた。カラーソニックに出るなら春日の曲を歌いたい。心からそう思ってる。なんで俺を選んでくれるの？イオリはイオリの人生があるんだよ。ああ、分かってる。俺だよ。イオリのことになると暴走しちゃうし、倉橋くんにはストーカーとか言われるよ。それでもいいの？俺でいいの？その言い方やめろ。春日でいいじゃなくてさ、春日がいいんだよ。だって俺の親友、天才だもん。そのセリフ、今も昔も変わらない。俺は春日の曲が大好きだよ。今年はお前にとって最後の一年になる。だからこそその責任の重さに悩んでた。でも決心ついたよ。だから春日も信じて託してくれないか。俺のバディになってほしい。より、もう一度言うよ。俺は春日がいい。お前じゃなきゃ嫌なんだ。おい、なんで泣くんだよ。ごめん。俺ようやくイオリの隣に胸を張って立てるんだって。嬉しくて。そんなのずっと前からそうだろ。違うんだよ。俺にとっては特別なんだよ。ようやくイオリから選んでもらえたんだもん。こんなことあるんだね。すごいね。俺生きててよかった。本当お前って大げさなんだよな。ほら泣きやめて。っていうか返事は？俺まだ聞いてないんだけど。そうだった。俺でよければぜひお願いします。は？何笑ってんの？ほんと悪いって。めんどくさいって言おうとしてるでしょ。してんのかい。でもそれでいいよ。そういうお前がいいんだ。本当に？もちろん。お前に付き合えるのなんてどこ探したって俺くらいしかいないだろ。よくお分かりで。やっぱりイオリには勝てないな。改めてよろしくな、ハルヒ。絶対に勝ち取ろう。任せてよ、イオリ。天才の名にかけて過去最高の曲を作ってみせる。約束だ。ああ、クソ妻来た。おせえよバカ。うるさい。帝国通りに来てるだろう。
俺が先について待ってたらそれは遅刻になるんです。まったく減らず口ばかり叩きやがって。つうかなんだこんな廊下に呼び出すとか意味不。この廊下は貴様と初めて出会った場所だ。ああそうだっけ。ああぶつかっただろう。ああはいはい思い出した。そうだわ、つまんねえ野郎がいるって思ったんだよね。ああ俺もお前を心から嫌った。んでそんな思い出の場所に呼び出してクソ妻ちゃんは何が言いたいんでちゅか。分かっているんだろ。分かってるって何よ。変わらないなそういうところなら単刀直入に言う。倉橋帰り、俺とバディに。待った。なんだ。やっぱ予定変更、俺から言うわ。うん、なぜ。今年はさ、俺とお前にとってラストチャンスだろ。そうだろ。俺らはこれが終わったら卒業だな。帰りキュンもいつまでもクソ妻クソ妻言ってても変わんねえよなって。お前からそんな言葉が出てくるとは思わなかった。最後だっつーなら本気で行かねえとだろ。俺は天才倉橋海里様だからな、凡人とは違い。だから俺が選ぶお前も凡人じゃねえ、最高で最強の作曲家ってわけ。俺とお前なら絶対にいける、そう信じてる。だから俺の色の派手の最後をお前に捧げる。カグラ、俺とバディになれよ。カラーソニックで俺と優勝しろ。お前今俺の名を。返事は。俺も最後の年を倉橋海里にかけたい。作曲家として全てを注ぐ。これまで培ってきた全てを。俺にとってお前はたった一つの希望だ。こちらからも頼む、俺とバディになってくれ。言ったな、もう逃げらんねえぞ。ああ、嫌だっつっても絶対やらせんぞ。望むところだ。カイリ君、寮での生活去年と変えるつもりねえぞ。そこは話し合おう。俺マジでお前にかけてんぞ。俺もだ。あとはモネは。そうか。本当にいいんだな。手加減しねえぞこっちは。もういいだろう、俺の気持ちは十分伝わってるはずだ。まあな。んじゃ交渉成立ってことで。ああ、よろしく頼む。ラストチャンスだ、絶対優勝もぎ取ってやる。当たり前だ、最高のステージにしよう。おう。いやにしてもさっきのクソ妻ちゃんの真剣セリフ最高傑作だったにゃ。あ、ポチッとな。こちらからも頼む、俺とバディになってくれ。これ永久保存版にしとくわ。貴様何勝手に録音している、消せ。やだね。こちらからも頼む、俺とバディになってくれ。やめろ。これみんなに聞かせたらどんな反応すっかな。そんなことさせるわけがないだろう。それは帰り君次第です。ふざけるな、それを稼ぐ。ちょっとキモいからこっち読んだ。キモクソツマキモでっけ。倉橋待て。だからこっち来んなって。あれ、この辺で落ち合おうって言ってたのに
もうやっぱり東京人が多すぎるよ。あ、悪い、大丈夫か。はい、僕もすみません。ソラ、嵐くん、ほら立てよ。ありがとうございます。すみません、また助けられちゃいましたね。初めて出会った日の僕たちみたい。本当だな。そこのベンチでも座ります。立ち話もあれですし。ああ、突然呼び出して悪い。いえ、僕も嵐くんに会いたかったから。こうして話すの久々だよな。ですよね、グローウィングフェスではゆっくり話すこともなかったし。どんな2ヶ月だった？話すと長くなりますよ。いいんですか？いいよ、お前の話なら聞きたい。何それ、嵐くんっぽくないです。そんなことねえだろ。ありますよ、嵐くんこそいろいろあったんでしょ。ああ、もうダメだってとこまで行ったわ。同じです、僕ももうダメだってくらい悲しくて辛いことがありました。そっか、でも僕は、ああ、悪い。僕こそすみません。どうぞ。いや、お前から言っていいよ。ならお言葉に甘えて、僕はこの2ヶ月があってよかったです。本当に大事なものを見つけられました。僕、自分だけ不幸だって思ってたんです。でもね、そんなことなかった。世界一幸せなくらい愛されてた。僕を愛してくれる人たちがすぐ近くにいた。その気づきが僕の人生を大きく変えたんです。だから胸を張って言えます。僕はまっさらな霧島空になりました。そっか。嵐くんは？俺はグローウィングフェスが始まって歌を歌えなくなるかもって毎日恐怖で仕方なかった。全部自分の気持ちの問題だったんだ。去年さ、カラーソニックで負けて楽屋でお前の涙を見た時、本当は申し訳なく思ってた。嵐くん。でも俺がそこで泣いたら余計空に辛い思いさせちまうって強がってたところもあるんだ。だから笑って次目指そうぜって。本当はあそこで泣いときゃよかったのかもな。そしたら自分に変なプレッシャーかけずに気持ちに折り合いつけられたのかもしんねえ。そういう気持ちに蓋をしたから後になって反動が来たんだろうなって。だからもう自分に嘘つくのやめようって。カッコつけて平気なふりをするより全部素直に受け止めた方がよっぽどいい。お前に対してもそう向き合いたいと思ってる。ソラ、俺もまっさらになれたんだ、お前とこんな話ができるくらいに。うん、顔見てたらわかります。なら言ってもいいか。今日はそれを伝えたくて呼び出した。はい、僕も嵐くんに伝えたいです。ソラ、今年のカラーソニック俺と一緒に出場してくれ。お前だけが俺のバディなんだ。そのお誘い喜んでお受けします。はあ、よかった。え？
僕ね、嵐くんと会うまでどんな顔をしたらいいのか正直わからなかったんです。なんで？だって大切な人だから。久々にちゃんとお話できるって思ったら、しっかり喋れるかなとか、気持ち伝わるかなとか、いっぱい考えてドキドキしてました。でも伝わってよかった。嵐くんとまたバディになれてすっごく幸せです。やっぱこれだな。あれ、控えです。このアホ面が俺には必要なんだよな。アホじゃないです、そうです。バーカ、俺もお前が大切だよ。ソラ、俺はお前を信じてる。あ、嵐くん、大事にしような。今感じてるこの気持ち、なくさずに半年後のステージまで持ってくぞ。はい、去年の悔しさをバネに今年は絶対に優勝を勝ち取りましょう。ああ、俺たちの楽曲で。無事に決まりましたね、ペア。ああ、あいつらがこういう結果を出すとはな。正直、僕たちにも未知数でしたからね。彼らが何を考え、選択するのか。でも、うまく収まったんじゃねえか。グローイングフェスを経て、あいつらはたくましくなった。いいフェスになるだろうな、今年のカラーソニックは。ええ、そう思います。4年ペアの倉橋と高槻は圧倒的実力を持っている。こいつらが最後のリベンジをしてくるか。去年の優勝ペア宝田と梶がもう一度勝利をつかむか。セブミ君と財前君のペアも本人たちの努力で去年とは比べ物にならないレベルになっています。この2人の進化は凄まじいです。ああ、後輩たちは追い上げがすごいな。財前たちもだが、小宮山と霧島もそれぞれの個性を目まぐるしい勢いで磨いている。そして一番読めないのは1年生のこの2人ですね。ああ、1年生でこのランクの生徒が揃うのは相当珍しいことだ。作曲の榊、ボーカルの宮園、どっちの実力も圧倒的な光がある。大穴という可能性もありますね。ああ、結果は誰にもわからない。それがカラーソニックだ。僕たちも心していきましょう。あ、そういえば田所さん、今年のテーマはもう決まったんですか？ああ、これだ。今年のテーマ、トラスト。信頼って意味ですね。いいテーマだ。苦しい壁を乗り越えたからこそ、あいつらにとっても真の信頼を試す時が来た。今年、勝利の女神は誰に微笑むのか。答えは半年後のステージだ。僕たちはこの東京という街でかけがえのない宝物を見つけた。傷つけ合い、ぶつかり合い、築き上げてきた関係、あの時間があったからこそこの一瞬が輝いていく。だから次へと進んでいける。この世界に新たな色を生み出すために。俺たちの新たなステージはすぐそこにやってきているんだ。